フチカメ。お前うるさいねいきなり。びっくりしたやろ。何が言え、二日目やねん。お前嬉しそうやなーって。雪を、雪山すげー。ここの雪めっちゃうまいねん、クイーンちゃん。食べてみ、ほんまに美味しいで。お前それ駐車場に積もった雪を除雪したら固まるやぞ。お前そんなん食うなって。お腹が。大丈夫大丈夫。お前普段からうんち緩いからお腹壊しても誰も気づかへんわ。そんなん失礼なやっちゃな。別にいいやんけ、普段からうんちうるくてもさ。それにしてもここ勇気まあまあ残ってんな。それやこんなクソ寒い日にこんなクソ寒いとこまで来てんのに。もう雪ないとどうすんねんって。雪を見に来てんねんから。お前口悪いね。もうちょっと女の子やったら女の子らしく喋れよ。お前ほんま口悪いな。あ、ごめん遊ばせ。何がごめん遊ばせやねん。お前アニメかなんかの見すぎやろ。ほんまに。それにしても雪多い。雪の上歩きたい。雪の上歩くとね、僕の足跡つくの。そりゃそうやろ。雪の上歩いたらそんな私かって足跡つくわ。でも私の足跡はな、くっきりしてんねんけど、ボスの足跡はな、なんかくっきりしてないねん。その多分もじゃもじゃな毛が多いからやろうな。いいやんか、別に毛多くても。それにしても暑いわ。暑い暑い。あー歩くと暑いわ。汗かいてきた。まだ着いたとこやんけ。まだまだこれからいっぱい歩くねんぞ。それにしてもここの公園初めて来たけど、こんなとこに公園あったんやな。遊具とかあったらいいねんけどな。お前遊具あってもさ、遊ばへんやんけ。いつも滑り台とかしひんしさ、ブランコも乗れへんやろ。何言うてんねん。遊具あったら遊んでるわ。いつもこの前はパパとブランコ乗ったやろ。滑り台したやろ。ジャングルジムしたやろ。いっぱい遊んでんねボスくん。嘘つかないって。お前どうやってブランコしたりジャングルジム登ったり滑り台するの。おかしいやんけ。でかっ。あのタイヤでかっ。あんなでっかいタイヤってことは車も多分相当でかいぞボス。私たち乗ってたら多分かっこいいんやろうな。何言うてんねん。ちっちゃい男こそでかい車乗りたがるやろな。みんなの周りでもいるやろ。身長もちっちゃい、器もちっちゃい、体も細いやつに限ってピックアップトラックとか乗るよね。別にいいやんけ。誰が何乗ろうがいいけど、確かにごっついごっついやつに限ってちっちゃい車乗ってんの、あれおもろいよな。そうそう、別にそんな悪いとかないけど、まあ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 面白いよね、クイーンちゃん。あかんあかん。なんか昔に戻ろうボス君。やっぱりなんか最近私たち口悪くなってきたと思う。確かに僕も昔はボスチューブ始まるよなんて3年前は言うてたかな。私も家に来た時はもっと口良かったけど、大人になるにつれて口も心も汚れてきたんかな。わしら汚い世の中見てきたからな。お前誰やねん。急にキャラまで変わってしまってるやんけ。お前誰やねん。怖いおっさんか。肩にはめたろか。違う違う、それ V シネマの見せぎやってボス君。あかんで、そんなキャラ。ボス君はもっとな、ふさ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 もふもふのな、キャラクターマスコット的なな、キャラでいいなあかんの。お前今マスコットとマスカットがちょっと混ざって言ったやろ。編集し直せって。お前いっつも言うてるけど、なんでそのまま続けんの。気づいてんのに。大型の女はこんな感じやねんて。ほっといて。お前大型違うやろ。ほんまにもうふざけたふざけた投稿毎日ダラ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 喋って、ほんまにもういつまでこんな感じでボスコンクインちゃん行くんやろ。なんか私思うねんけどな、もうちょっと子供っぽくボス君も私もトークしたら多分子供にも人気出ると思うし、一回やってみよう。今は橋の上を歩いてるよ。アリさん、アリさんがいっぱい。アリさんのうちはどこかな。なんか違うってクインちゃん。なんかこう僕らがやるとバカにしてるような感じが出てしまう。もうどうしたらいいんやろ。どうしたらもっと小さいお子さんから高齢者まで見てくれんねやろ。今日は私グレートデンクインちゃんとニューハンドランドボス君とパパと一緒にお出かけに行くよ。いいぞいいぞ、その調子や。その調子でもっと頑張れ。楽しいお出かけ。いつも隣にはボス君、そしてリードの先にはパパ。私たちいつも3人で一つなんだ。いいぞいいぞ、その調子や。高評価高評価もらえんぞ。いいぞクイーン、もっと頑張れ。
世界で一番頼りがいのあるお兄ちゃん、それがボス君だよ。怖い怖い、お前急にどうしたの。お前途中から悪魔になってきてんぞ。お前途中からお前悪魔になってんけ。怖いわ、せっかくいい感じでトークしてたのに。僕の世界で一番大切な妹クイーンちゃん大好きだよ。お前パーって、お前パーコかって、お前もなんかおかしいぞ。せっかくいい感じでトークしてたのに。いつも僕とクイーンちゃんを見てくださりありがとう。もし今日の動画もいいねと思ったら高評価チャンネル登録よろしくね。ちなみに普段編集でクイーンちゃんトークでよろしくねなんて言ってるもんだから、パパ最近よろしくねとか言っちゃってるんだよね。キモーい。確かに普段パパよろしくねとか、だんだんお姉みたいになってきてるけど、これクイーントークのせいやば。終わりー。